いらっしゃいませ、つくラボ TV オープンです。本日のお相手は私、ラボットくんです。はい、というわけでね、まあ今回作っていくのはこちら、ボックスさんから発売されてます HSGK1/100D カイゼリンのガレージキットになってます。はい、で普段だったらここからね開封してパーツを処理したりとかいろいろとねやっていくところなんですけども、なんと今回ですね、まあいろいろ機材のトラブルだったりとか、まあいろいろあってね、動画が塗装の前のシーンからしかありません。なので今回はね、あのパーツを処理したりとか、まあそういうシーンはカットというかもうないのでね、ご了承ください。とはいえね、今回作っていくのはね、ボックスさんから発売されてる、まあ、最新のキットになってますので、そんなにね、まあ、手を加えたりとか、まあ、してる箇所はないです。ただパーツ自体はねクリアレジンで構成されてる部分も多いし、でその中でね、まあ、クリアの部分と、まあ、そうじゃない部分とかを、まあ、あの色分けしたりとかするパーツがね結構あったんで、まあ、そういった部分は、まあ、掘り直しをしたりとか、あとはね、まあ、あの GTM になってからやっぱり蛇腹の部分とかね、まあ、お腹のね腰かな、あのそういった部分の、まあ、掘り直しでディティールをね、まあ、シャープにしたりとか、そういったような加工をしております。まあ、あの塗装の方からねやっていきます。ここから本編です。つくるラボだよ。はい、こちらが、通常のね、まあ、あのパーツに関してはサーフェイサーをしています。でクリアレジンのパーツ、こちらに関してはプライマーを吹いて一回ね、ラッカーのクリア吹いた上からマスキングをしています。でマスキングしてる部分がね、クリアのままの場所ですね。でまあ塗装をやっていくんですけども、今回もね塗装シーンを見ながら機体解説をねやっていこうと思います。改めて今回作っていっているのがボックスさんから発売されてます HSGK1/100D カイゼリンになります。全高が 26.7m、 重さが 232トン、 エンジン出力は通常時で200兆馬力、最大時は 23K馬力以上にも達するという機体になってます。もうすごくない？もう200兆ですごいの、 23K ってね、なんかもうね想像がつかないですよね。 D カイゼリンはかつて星団歴より数千年前の AD 世紀の時代に星団を支配していた小帝国ユニオの女帝を模して作られたという機体です。搭載されているハーモイドエンジンは過去に存在した超帝国の牽制騎士団ヘリオスの有していた AD 世紀最強の超ド級 GTM 遠征出演に搭載されていたペダン07を流用していると言われ、その圧倒的出力は制御しきれない余剰エネルギーが青いプラズマ炎として体中から燃え上がるほど、機体起動時は女性の幽霊が泣き叫ぶような音を発するが、これはドナウ帝国で製造された GTM 各機ともに同様の特徴を持っています。フレームにはブラウニー・ライド博士の設計したアウトメタ型ラインオフレームを用い、駆動関節には背骨部に2対のツインスイングオフセットキール、また肩や腰、膝、肘の各部に螺旋ツインスイング関節を採用していて、主にヘリオス・キルテッド積層装甲で構成される全身の装甲は本来は無色透明で、エンジン出力に伴い様々な色彩にスペクトル変化して任意に装甲色を変えることができる。安定時はドナウ帝国のシンボルカラーである黒色と白色を表しています。実際に設定上でも、赤だったりとか青だったりとか、まあ、様々な、ね、色に、変更した絵も登場しています。フィルモア帝国のホルダ21型 D ウィリーズ、ホルダ19型 D メロウラと同型機であり、ツインスイングとパーツも共有箇所があることから交換も可能であるらしいです。劇中での活躍としては映画
花の歌目ゴティックメイドでまさに主役の座にいた機体で、その機体の動作とスピード、エンジン出力に伴い様々な色に変形する半透明の黒色装甲、黒色装甲かな、黒色装甲部は特にこの機体の特徴を如実に表しており、ゴティックメイドの強さと美しさ、同時に戦争兵器の恐ろしさを画面内で表したロボットである。でやっぱり5スターのねファンの皆様、まあ僕も含めですけどね、からしたらやっぱりモーターヘッドからGTM にねやっぱり切り替わる際のまあ一番最初ですよね、こいつがね。だからこそまあかなりねやっぱり印象深いまあ機体なんじゃないでしょうかね。さらにねボックスさんからもね完成品とかでも出てますし、まあいろんなねまあ新しいこう試みっていうところでまあいろんな人のね印象に残った機体じゃないでしょうか。というわけでね、まあ以上で機体解説となるんですけども、まああの塗装に関してね、まあこの後ね、また組み立てながらね、塗装以外の部分も含めて解説していこうと思います。はい、塗装がね、終わったので、あとは細かい部分とかを部分塗装していきます。で、まあその上でね、このパーツの黒い部分に関しては、あの透明部分はね、グロスで仕上げるんですけど、それ以外はね、まあ半艶で仕上げようかなと思ってるので、まあ、研ぎ出しをした後に再度マスキングしてトップコートをね拭いていこうと思います。ではね、組み立てをしながら今回のね、作業工程を振り返っていこうと思います。まずは表面処理、今回は400番から600番のヤスリで表面処理を行っています。でクリアパーツのみ800番まで処理をして、でそれ以外にねデザインナイフやタガネでまああの蛇腹であったりとか、まああのシャープにしたりとかディティールを直したりとかをしています。次にパーツの補修と工作を行いました。まずね気泡等でパテを補修して、あとはねそれ以外に関してはネオジム磁石などをまあ仕込んだりとかをしています。まああの肩の部分だったりとか、まあそういう部分を取り外せるように、まあどっかにね運ぶ際とかにもね、まああの加速びやすいようにそういう風にしています。次に軸打ちを行いました。今回はね、まあ、1ミリと2ミリの真鍮で軸打ちを行ってるんですけども、かなりね小さなパーツもたくさんあったので、まあ、そういった部分はもう軸打ちせずにね直接前段階でね接着剤でつなげたりもしています。すべて終わったら一旦洗浄をしています。パーツクリーナーとクレンザー、そして中性洗剤で綺麗に洗浄を行いました。しっかり乾燥させた次は塗装をやっていきます。まずは下地塗装、クリアのパーツに関してはプライマーで、それ以外のパーツはクワトロポルテのプライマーサーフェイサーで下地塗装をしています。まずはフレームの部分、ガイアのアルティメットブラックで全体をツヤツヤに綺麗に塗装して、で次にねガイアのパールシルバー、クレオスのアメジストパープルのパール塗料ですね、それとガイアのグレーを極少量だけ入れたものを全体に綺麗に塗装として、その上から、クレオスのサファイアブルーやフィニッシャーズのクロームシルバー、ボーンペイントのマイカゴールドやガイアのプライマリーメタリックレッドなどで、まあ様々なね色合いに部分塗装をしています。こちらはね、まあ、結構、まあ、僕のオリジナルというかね遊びのみたいな感じでね結構色を変えてみたくなっちゃいました。で次にメインの塗装のねメイン装甲ですね、クリア部分をねまず先にマスキングしておきます。でその上からガイアのアルティメットブラックで塗装して、クレオスのアメジストパープルとクリアをまあ混ぜたものをほんの少しだけ、もう色が変わらないぐらいだけちょっと気持ちだけね乗せています。でマスキングを吐いてクリアを全体でコートして、でその後研ぎ出しをしています。でツヤツヤにね研ぎ出したら再度ねクリア部分をマスキングして黒い部分だけ半ツヤでコートしています。次に白いパーツ、こちらはガイアのアルティメットホワイトにスカイブルーをね本当にちょっとだけ、まあ、クールブルーにして、それで全体をコート、その上からクレオスのダイヤモンドシルバーとクリアで、まあ、あのパール感を調整したもの、こちらを拭き上げて最後クリア後をね研ぎ出しして半ツヤでコートしています。で白いパーツもね一部外側がクリアパーツになっている部分があるんですけども、そういったのは先ほどの黒いパーツと同様に、まあ、マスキングして塗って研ぎ出ししてマスキングして塗ってっていう感じで仕上げています。
次にシルバーの部分ですが、ガヤのスターブライトシルバーとフィニッシャーズのクロームシルバーでコート、その後 EX クリアでコート後研ぎ出しをしています。で、あとはね、部分塗装なんですけども、あのスチールゴールドやね、スターブライトゴールド、あとエナメルのシルバー、ブラック、レッドとか、まあ、様々な色を使って細かく塗り分けをしています。その後組み立てたら完成です。はい、というわけでね、まあまあ今回ね、まあ、カイゼリン、これこそね、待ちに待ったっていう感じだったんですけども、やっぱり完成品発表されてからガレージキット化されるんかなとか思ってたんですけど、全然されなくてね、で満を持してこのサイズ違いのね、100分の1で発表されて発売されたわけなんで、まあ、ワクワクしながら作っていきました。で、まあ今回のね、まあ、カイゼリンなんですけども、モーターヘッドで言ったらエンプレスですね。サイズ的にエンプレスの100分の1とほぼね同じぐらいのサイズ感に、なってます。なので、まあ一緒に並べてもね、まあそんなに違和感なく飾れるんじゃないかなと思いますし、ただまあ今までね、僕さんから発売されてる GTM は全てね作ってるんですけども、やっぱその中でもね、特段にパーツの分割だったりとか、あと構成部分細かいところとかね、腰パーツとかもかなりね分割されてたりしてたので、まあ面白いなと思いました。まあ、モーターヘッドから GTM に移って、まあ、キットのね、まあ、あの最適化、まあ、されてってるんかな、徐々にこういう風に、まあ、型をね、パーツ作った方がいいとかね。なので、まあ、今後のラインナップもね、まあ、すごく楽しみにしています。で、まあ、頑張って作っていきますんでね、それも楽しみに待っててください。まあ、今後もね、まあ、5スターに限らず様々なものを作っていきますんで、まだチャンネル登録ねしていただいてない方は、ぜひぜひね、チャンネル登録の方、高評価よろしくお願いいたします。それではね、この後に完成動画も流れていきますんで、最後までじっくりと見てってください。本日のお相手は私ラボットくんでした。それじゃあ、ありがとうございました。じゃあね。